あの一人だけ食べるとね、ちょっとあの気まずいから。あ、どうぞ。Thank you.
心置きなく。ありがとうございます。
初めての作品のような気がするんですよね。なんか、
持ち上げられるくらい軽いのに乗っかっても大丈夫なぐらい乗客すごいですよね。よくできてますね。デザインをしたアーティスト、じゃないあのちゃんとした人がですね、作ってると思うんですよ。なるほど。お金をかけて。でもなんか本当一個一個すごいこう見たことない生き物。ですね、まあアサティはですね、アサティはですよ、ポケモン。なるほど。アサティはですよ。全然あの多分あのオリジナルだらけだと思うんですね。っていう話だよね。日本人のアーティストじゃないかもしれない。東京都って中国韓国のアーティストを採用するから、あ、それがあのヨーロッパのアーティストっていうのをなんか神田で飛ばしたという。そういうこともありましたから、たまたま基地があって、東京電気大学だと、もう今はマンション。まあ、2、3年は基地だったんですけど、だから二度とそこではない。東京アートシティ、なる。まああの辺あたりのあのものすごい気球が、あ、すいません、多分そういう名前だったような気がするのがいいんですけどね。なんかあの辻田みたいな20メートル以上ある気球が浮かんでて、風で体当たりされるかと思って死ぬかと思いました。あの神田ちょっと飛行船ぐらいを入れると、あ、飛行船か気球かと思いますね。観光船という名前で、まあ、20メーターか30メーター、これ外国じゃないですよ、東京というか、はい。あ、でも4、5年前ぐらいになりますけどね。その跡地で、もう今もマンションで、マンションになっちゃったからもうこのイベントは二度とない。っていうかこの名前のイベントはもう去年までですかね。今年は見当たらないんで。よくよくあのこういうのを呼んだのかな。あとの40メートルのバスラーとかもいました。フランスアーツ東京、フランスアーツ東京ですね。そうですね、それが多分2012年、なんかそういうのもあってて、確か2年ぐらいまでやってて、そういうのも面白い。これも素晴らしい。あの検索するために覚えてるという、はい、でもあの
100個ぐらい見てもらうとですね、あ、100個じゃ無理だな、300個見るとですね、あの動画を、うち1個も当てますし、ね、あ、そうなんですか、この手だっていうか、食べ物も好きなんですけど、アート系のイベントも好きで、Google で検索するとですね、